い、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらシビックのね、マイナーチェンジをしたセダンタイプですね。いや、相変わらずのね、綺麗なシルエットしますよね。横にね、ハッチバックタイプがあるんですが、このセダンタイプもね、人気がありますよね。今回ね、この辺がね、結構メッキ使いが多くなったかなという印象がありますね。このセダンね、クーペのような感じのデザインで綺麗ですよね。後ろに流れるね、このリアのフォルムが非常に綺麗だと思います。いや、改めて見るとね、結構造形に凝ってるなと思います。シンプルなんですけど、この流れるようなデザイン美しいですね。で、これホイールもね、変わりましたよね。変わったのかな。値段がね、300万ちょっと超えですね。これ 19.4kg/L ね、後ろから見たらこんな感じです。下の部分のバンパー、この辺がね、今回ね、変わったなという感じしますね。で、これね、リアね、ハッチバックと違うのは、こうトランクがね、ついてるということで、あ、結構広いわ、トランク。こんな奥まであるんですね。あ、で、ここシート、倒しレバーちゃんとついてます。まあ、こっちの方がね、外国では、セキュリティがね、セキュリティが高いんですよね。ね、ガラスの向こうにね、なんかバッグとか置いてるとね、これバリーンとやられちゃいますんで、まあ、このセダンだと、まあ、鉄板でそういう盗難は、されにくいというものですね。ちょっとね、内装を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。内装はね、こんな感じです。これ内装の差もね、あんまりごめんなさい、わからないです。このパネル、これキットね、これキット変わってます。この辺はハッチバックと一緒か。はい、いかがでしたかね。マイナーチェンジしたシビックセダン、やっぱりね、セダンは綺麗なラインが特徴的だなと思いました。私のチャンネルが面白ければ、皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでマイナーチェンジしたシビックセダンでした。じゃあね、バーイ。